はいどうも、コウセイです。というわけでドラゴンクエストね、続きやっていくんですけれども、ロトの印を手に入れたので、この南のね、祠に向かっている途中でございます。道中レベルも上がりまして、レベル19になりまして、ベギラマという呪文も覚えたんですけれども、まあ果たしてね、このままどうなるのか、このままボス戦に行くのかどうなのかというところなんですけれども、ちゃんと敵エンカウントしてくるんだよな、相変わらずな。なんなんこれマジで。さあ、というわけで祠に着きました。これ最初ね、何も持ってなかったんで、ここ来たけど追い返されちゃったんだね。そう、そこにもう一回リベンジですね。おじいちゃんいらっしゃいますか。はいはいはい、いらっしゃるね。おお、それはロトの印、再びこの地勇者が現れたか。構成よ、雨と太陽が合わさるときに虹の橋ができる。行くがよい、そして探すがよい。え、意味がわからん。あれ、こんだっけ。え、おいで。なんとなくだけど使ってみる。これ使う。何も来なかった。行ったはいいけど何も起こらず。え、次どこ行けばいいと。一回あそこにつながりそうなところ、あそこ行ってみようか。はい、ここですね。ここからまあ竜王のあの城に行けるのが真ん中だね。多分もう竜王の城ってことはもうね、分かってるんですけど、これがいいからもう一回使ってみましょうか。何も起こらない。これも結局何も起こらんしな。なんだろう、どこ行きゃいいんだろう、分からんの。ちょっと一回一番上のところ行ってみようか。あれ、そこでもう行ったよな、行った気がするぞ。ちょっともう一回この状況になってからね、行ったか行ってないか自分の記憶の中でも分からないところに、一回行ってみたいと思います。あー、ここは来たか。ここじゃない、雨と太陽が合わさるし、マジでどこだ。みんな同じこと言うじゃん。もっとはっきりはっきりとした答えをが欲しいっすね。意味がわからんからな。この上のあそこはでもロトのあれっすね、お墓。もしかしたら何かしらのヒントが隠れてるかもしれないんでね、ちょっと行ってみたいと思います。もしかしたら、もしかして何かしらのヒントがあるかもしれないし、ないかもしれないし、
わからんな。左上の町は違うだろう。あれ？あそこ行ってないかもしれない。あそこ行こう。あれ？わからんな。うん。どうやらですね、僕はこの太陽の石っていうのを持ってなかったみたいで、これを持ってまた改めてここに来ると、どうやらこのおっちゃんがね、はい、こういうことらしいです。まあちょっともう入手方法はね省いちゃいましたけども、太陽の石と雨雲杖を持って、おなんか出てきた。そしたらここに行けと、虹の雫を持っていくがよい。虹の雫を見つけた。でこれでやっと小佐竜王のところに行けるというわけでございますね。はい、こっからが本番、こっからが本番ですよ。いやもうなんかたらい回しにされてるマジで。うん、これは知らないとね、もうあっちゃこっちゃ調べて、もうゴールドマン、めちゃくちゃ金ゲットで1億円だった。 OK、 金たくさん、もう1万超えてるからね、余裕で。ゴールドが敵と戦いすぎて、一回回復挟みます。よいしょ、はい回復。さあ MP も全開になったところで、多分これでいけるんじゃないか。もうリカントなんかに苦戦してた過去がもはや懐かしいですね。もはや懐かしい。わお、さあさあさあ、ここでおそらくこうでしょう。きたー、きました。へえ、橋できたー。見て見て見てー。てか今のこのレベルで果たして立ち打ちできるんかな。ぶっちゃけレベルゲーだからなこのゲーム。レベルは高いほどいいんだけど、まあ行ってみますか。いざ最終決戦というわけで、今回の動画ここまで。次回、竜王の城攻略ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。